ってことで俺のこと戻してくれるよな。戻すわけないだろ。それより覚悟しろよ。お前には9億円の損害賠償を請求するからな。はあ損害賠償？何言ってるんだよ。請求するのは当たり前でしょ。あんたのミスで9億円の損害が発生したんだから。おいおい、サキ、幼馴染じゃねえか。そんなの関係ないし、ミスをして逃げた時点でもうあんたのことを幼馴染だなんて思ってない。ったく、下手に出てりゃいい気になりやがって。もう会社に戻るのはやめた。というか最初から戻る気はなかったんだけどな。戻る気がなかった？ああ。じゃあなんで会社に来たのよ。ん？働くふりをして金を盗もうと思ったんだよ。かなり儲かってるって聞いてたからな。なんですって？よいしょっと。何をまいたんだ？ガソリンだよ、ガソリン。ガソリン？3億円持ってこい。3億円持ってこないと会社を燃やすぞ。なんだと？レオンさん、話って何ですか？どうせオセロやろうとかだと思いますけど、忙しいので手短にお願いします。大介さん、今日は大事な話なんですよ。社長としてご主人様は大介さんのことを呼んだんです。え、社長として？いつものようにふざけた呼び出しだと思ったのに。そういえばみんないつもと違って真面目な顔してる。お見たろ。あ、はい。何ですか？出発進行。え？だから出発進行だよ。電車？あ、もしかして電車ごっこやるとかですか？なんだ、やっぱりふざけてたんじゃないですか。本気で出発進行って言ってるんだよ。はい。大介くん、兄ちゃんは出航って言いたいんだよ。え？そう、出発進行、略して出航。違う、出発進行略して出航って言うわけじゃないですから。漢字が違うし。小見太郎、遅れてる。遅れてるとかそういう問題じゃ。出航？出航って言いました？うん、言ったよ。冗談ですよね。冗談で社長室に呼んだりしないよ。いやいや、たまに新しいダジャレを思いついたとかいう理由で呼ぶときありますから。しかも布団が吹っ飛んだとか何十年も前からあるやつ。でも今回は本当に大事なよう、大介さんに出航を告げるために呼んだんですよ。そんな、僕なりに今までこの会社に貢献できるよう頑張ってきたつもりなのに、いきなり出航だなんて。ここが大介さんの出航先です。教えてください。僕の何が悪かったんですか？何も悪くないよ。何も悪くないのに出航？つまり僕のことが純粋に気に食わなかったってことですよね。もういいですよ。大介くん、ちょっと待って。小見太郎、出発進行しちゃった。ご主人様、出航です。僕は大介、23歳。天下のうぐもりグループと言われるうぐもりグループの本社で死に物狂いで今日まで働いてきた僕、だんだんと仕事を覚え戦力に慣れてきてると思ったのに、急に出向だなんて。しかも辞令の紙を見ると出向先は幸の薄工業は、うぐもりグループの関連会社ではあるんだが、最近大きなミスを犯し倒産寸前の会社だ。そんな会社に送り込むなんて、本当に僕のこと嫌いだったんだな。そして翌日、憂鬱だ。でも会社の命令に逆らうわけにはいかないし、行くしかないよな。よし。おはようございます。うぐもりグループ本社から来た大介と申します。今日からよろしくお願い。あ、カモン、ブフォー。いきなり何するんですか？何をするんですかじゃないだろ。お前のミスのせいで9億の赤字なんだぞ。
それなのに今まで電話も出ず無断欠勤しよってはい聞いてるのか、涼介。いや、ちょっと待ってください。僕、涼介じゃなくて大介です。何言ってるんだ、どっからどう見ても涼介だろ。違うんですって。誰ですか、涼介って。この後に及んで言い訳をしよって。どうしたの、お父さん。涼介が来たんだ。え、涼介が。ほら、ここにいる。嘘、本当に涼介がいる。涼介、心配したんだからね。だから僕は涼介じゃない。まだ言うか。あれ、お父さん、この人涼介じゃないかも。さっきまで何を言ってるんだ、どっからどう見ても涼介だろ。お父さん、よく見て、メガネの縁の形が涼介と少し違う。え、だ、あ、本当だ。お前もしかして本当に涼介じゃないのか。だからさっきからそう言ってるじゃないですか。殴ってしまい申し訳なかった。え、お父さん殴ったの。本当にごめんなさい。あ、いえ、もういいですよ。でもメガネの縁でしか違いがわからないって、そんなに僕と似てるんですか。似てるよな。ええ、とってもよく似てる。そんな人いるんですね。そこまで似てるなら間違えるのもしょうがない。あ、ちょうど写真があるぞ。あ、本当ですか、見せてください。これだ。はぁ。そうよね、あまりに似てて驚くわよね。本当にメガネの縁の少しの違いだけだからな。お父さんが間違えるのも無理ないわ。ちょっと待ってください。え、どうした。似てる要素メガネしかないじゃないですか。メガネ以外別人でしかないですよ。よくメガネの縁だけの違いとか言えましたね。そうか。いや、私にはわからない。親子揃ってどんな目をしてるんですか。まあ、とにかく涼介さんじゃないって分かってもらえてよかったです。ちなみに涼介さんって。あ、涼介はね。涼介。ん、なんだよ、さきパパ。さきパパじゃなくて社長と呼べと言ってるだろ。いいじゃんか、さきと幼馴染で昔からの付き合いなんだから、そんな固いこと言うなって。お前な、ここは会社なんだから、そういうところはしっかりしろ。はいはい。それでさきパパ、どうしたんだよ。頼んでた発注もしたんだろうな。その確認をしようと思って。したした、ちゃんとしたっての。言った通り、お前以外の誰か二人にも確認してもらってトリプルチェックをしたか。そんなのしてねえよ。どうしてしてないんだ、毎回するように言ってるだろ。どうしてって、発注の個数のミスをするなんてベタなこと俺はやらないからだよ。やらないのにそんな確認しても無駄だろ。完璧だから安心しろよ。人間いつミスを犯すかわからないんだ。一人で責任を負わないためにもちゃんと確認を。ああ、わかったわかったよ、今度からするっつの。本当にサキパパは細かいな。だからサキパパと。だから分かったっての。まったく。発注書を出したよな。うん、やっぱり出してた。ってあれ、これ。その翌日。涼介、涼介。お父さんどうしたの。涼介がまた何かやらかした。見てくれ。何この発注書。100個でいいところ100万個発注してる。ああ、このせいで9億の大赤字だ。9億円。だから複数人で確認するように言ってたのに。さき、涼介のやつはどこにいる。今日は見てない。あれ、机に紙が。やめるわ、涼介。え、嘘でしょ。あいつ自分のミスに気づいて逃げたんだな。許せんってことがあった社員なんです。昔からチャランポランでミスは多かったんだけどね。まさかここまでのミスをしておいて逃げるとは。おかげでうちの会社は倒産寸前だ。そうか、
この会社が倒産しそうになってるのは凌介さんのミスのせいだったんですね。ああ、こんな会社に出向だなんて。大介くん、君が不憫だ。あ、いえ。悪いことは言わない。うちを辞めて早く違う仕事を探した方がいい。残念だが、この会社はもうどうしようもない。うぐもりグループの本社に融資を頼んでも見たが、断られたしな。レオンさんたち、融資を断ったんですね。ええ。うちの会社は、うぐもりグループに見限られたんです。もうおしまいよ。僕は、辞めません。え、どうしてだ、大介くん。今言ったように、この会社に未来はないんだぞ。僕は、皆さんと一緒です。うぐもりグループに見捨てられてこの会社に来たんです。このまま見捨てられた僕たちがレオンさんたちの思い通り沈んでいくのは悔しいじゃないですか。だから僕この会社をどうにかします。え、どうにか立て直してレオンさんたちをギャフンと言わせます。社長、サキさん、協力してくれませんか。そうだな、このまま終わったら悔しい。そうね、私たちもこの会社を終わらせたくないし。やろうじゃないか、大介くん。やりましょう。やった、改めてよろしくお願いします。そしてこの日から僕はサチノース工業の社員として働くことに。うぐもりグループの時に作ったコネクションを使い営業先を開拓し9億円の損失を埋めるために毎日走り回った。社長、サキさん、契約取ってきました。また取ってきたのか。すごい、すごいよ、大介くん。でもこれじゃまだまだ9億の損失は取り返せないですよね。ああ、そうだな。でも、もうこれ以上は僕がどうにかします。大介くん、僕は寝る間も惜しんで走り回った。そこまで頑張るのはただレオンさんたちをギャフンと言わせたいから。このまま終わってたまるかという反骨心だけで頑張ったんだ。でも、はあ、ダメだ。打つ手は全部打ったけど、これじゃあ半分くらいしか損失を埋められない。もっと何か特別なことをしないと。でも何も思い浮かばない。結局僕は捨てられるに値する人間だったんだろうな。ああ、あれ、紙が降ってきた。設計図。え、これって、これを作れば。そして翌日。社長、サキさん、これ見てください。これは新しい商品です。これを作れば多めに発注してしまったあの商品と抱き合わせで売れると思うんですが。すごい、これならいけるかも。やってみる価値はあるな。でも大介くん、どうしてこんなものを思いついたんだ。信じてもらえないかもですけど、夢でこの商品の設計図を見たんですよね。夢？はい。うぐもりグループは僕らのことを見捨てましたけど、神様は見捨ててなかったんですよ、きっと。そうか、そういうことなのか。これ作ろうよ、お父さん。ああ、俺にかけよう。僕があれを夢、なぜそう思ったかというと、あの後すぐに眠ってしまい、もう一度起きた時には設計図はどこにもなかったから、だから夢だと思ったんだ。あんな設計図がたまたま僕の手元に落ちてくるわけないしね。何はともあれ、この商品が売れれば会社は立て直せる。頑張るぞ。そして数ヶ月後。お父さん、大介くん、見てこの新聞。俺たちが作った商品が大ヒット、売り切れ続出。やった、本当にすごい売れ行きみたいだよ。SNS でもかなり話題になってるし。これなら間違いなく黒字になる。それだけじゃなく過去最高の売り上げだろうな。これも全部大介くんのおかげだよ。本当にありがとうな、大介くん。君がこの会社に来てくれて本当によかった。いえ、こちらこそありがとうございます。諦めずに一緒に戦ってくれてよかった。本当によかったよ。これでレオンさんたちにも一矢報いることができた。今頃みんな僕を追い出したことを後悔してるだろうな。チース。え、はい。おお、みんな元気にしてたか。サキパパ、やっぱりやめるのやめるわ。
どうして大介くんが二人？もしかして大介くん影分身の術使えたりする？ちっかー！どっからどう見ても僕じゃないでしょ！凌介さんですよ、凌介さん！写真で一度しか見たことない僕でも分かってるのに！ああ、大介くんじゃなくて凌介か。実物を見るとさらに似てるわね。確かにメガネは似てます、似てますけど、それ以外は似ても似つかないですからね。凌介、今さら何をしに来た？何をって言ったろ、やっぱりやめるのやめるって。新聞で見たけどかなり売れ行きがいいみたいじゃん。だから戻ることにしたんだよ。もう俺のミスなんて関係ないくらいに稼いでるだろ。あんたね、あんたのせいで私たちがどれだけ苦しんだと思ってるの？倒産仕掛けたのよ。ミスしておいて自分は逃げるなんて。おいおい、そんな怒るなって。こうして倒産せず売り上げも絶好調なんだからいいだろう。というかむしろ俺のおかげじゃね。俺がミスしたからこんな商品開発できたんだろう。凌介、貴様だ。違う、あっち、僕は大介だ。あ、すまん、紛らわしいのよ凌介。だからあっち。あ、ごめん、もう僕よりあなたたちがメガネかけた方がいいですって。ってことで俺のこと戻してくれるよな？戻すわけないだろ。それより覚悟しろよ、お前には9億円の損害賠償を請求するからな。はあ、損害賠償？何言ってるんだよ。請求するのは当たり前でしょ。あんたのミスで9億円の損害が発生したんだから。おいおい、サキ、幼馴染じゃねえか。そんなの関係ないし、ミスをして逃げた時点でもうあんたのことを幼馴染だなんて思ってない。ったく、下手に出てりゃいい気になりやがって。もう会社に戻るのはやめた。というか最初から戻る気はなかったんだけどな。戻る気がなかった？ああ。じゃあなんで会社に来たのよ？ん？働くふりをして金を盗もうと思ったんだよ。かなり儲かってるって聞いてたからな。なんですって？よいしょっと。何をまいたんだ？ガソリンだよ、ガソリン。ガソリン？3億円持ってこい。3億円持ってこないと会社を燃やすぞ。なんだと？ほら、さっさとしろよ。あ、やめてください、そんなこと。やめないっつの。いや、ラッキーだぜ、こんなに楽して大金を手に入れられるなんて。ほらほら、早く持ってこないとお前らの大切な会社燃えちゃうぞ。いいのか？えっくっ。はい、3、2、1。あ、わかったわかった、持ってくれ持ってくるから。こりゃこれからも金をもらえそうだな。なんだ、雨？いや、室内に雨が降るはずない。くんくん、ガソリン？ガソリンが上から降ってきた？どうして？ん？あ、社長、もう渡さなくていいです。でも会社が今火をつけたら凌介さんが燃えますから。あ、自分ごと燃やす勇気ありますか？くぇ、助かった。今警察を呼びますね。くっそー、どうしてこうなるんだ。途中までうまくいってたのに。誰だ、誰が俺にガソリンをかけたんだ。その後警察が来て凌介さんは逮捕され刑務所に入ることになった。9億円の損害賠償も払うことになり、凌介さんは一生をかけてそのお金を払っていくことになりそうだ。でもどうして天井からガソリンが降ってきたんだろうか。また神様の仕業？今回の件は不思議なことばかりだ。それからサチノース工業は例の商品が大ヒットで過去最高売上を叩き出し、倒産どころか企業規模を大きくすることに。そして僕はというと、出向先での功績が認められたのか本社に戻ることに。お久しぶりです、レオンさん、マモルさん、花子さん。あれれ、ブスだね小見太郎くん。兄ちゃん、ブスだねだとただの悪口になるから。
ブスーっとしてるねって言いたかったんでしょ。そうとも言うね。でも大介くん、どうして機嫌悪そうなの？当たり前でしょ。あんな風に追い出しておいて結果を出したら手のひら返しって都合が良すぎるでしょ。本当に人のこと何だと思ってるんですか。ごめんごめん小見太郎。でも小見太郎ならすぐに結果を出して帰ってきてくれると思ってたから。そうやってまた適当なことを。大介くん、これからも期待してるからね。え、はいはい、そう言ってまたすぐに出航させるんですよね。分かってるんですよ、あなたたちのやり口は。すっかりひねくれてしまいましたね。はっ、じゃあ失礼します。ご主人様、守くん、言わなくていいんですか。守くんが設計図を見せて助けたこと、ご主人様が上からガソリンをかけて助けたこと。もう言わなくていいよ。今回の出発進行はね、小見太郎に自信をつけてもらうためだったから。兄ちゃん、出航ね。もちろん大介くんならあの会社を救えるって目論みがあったからだけどね。期待通り営業先を増やし、新しい商品の販路を増やしてくれた。だからこそあの商品が大ヒットしたからね。二人は本当に大介さんに期待してるんですね。ああ、そうなんですよね。なんだよ、そういうことだったのか。僕を成長させようと僕に期待して出航させたのか。それならそうと言ってくれたらよかったのに。でも今回のことで自信がついたし、レオンさんとマモルさんが僕に期待してくれてることが分かった。これからその期待に応えられるよう成長していこう。いや、期待をいい意味で裏切れるように頑張っていかないとね。